どうも、冗談英会話です。このチャンネルでは、英語のフレーズ、文法、そして英語の勉強方法の解説をしております。よかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、今回は、タイトルやサムネにもある通り、Do you have time? と、Do you have the time? の違いについてお話をしたいと思います。これ、だがつくかつかないかだけですが、違いは、ガラッと意味が変わってしまいます。で、この使う場面を間違ってしまうと、とっても恥ずかしいことになりかねないので、気をつけていただきたいなと思います。なんで紹介したいと思います。はい。じゃあまず、シチュエーションを考えてみましょう。こんなシチュエーションです。あなたが、外国に旅行に行って、時計もなくて、携帯の充電も切れていて、ちょっと時間がわかんないとしましょう。はい。で、その時に、Do you have time? って、あなたが誰かに聞いたとしましょう。はい。街行く人にね。Do you have time? ザがない方です。ザがない方で、Do you have time? って聞いたとしましょう。で、それがどういう意味かっていうと、ね、きっとあなたは時間を知りたいので、Do you have time? って言ったつもりなんですが、英語がわかる人からすると、Do you have time? は、ちょっといいみたいな、ちょっと時間ある?みたいな意味になってしまうんですね。なんで、もしあなたが男性で、女性に Do you have time? って言ってしまうと、ナンパした、みたいな感じになってしまいます。逆もしかりです。女性、あなたが女性だったら、男性にこの Do you have time? を使ってしまうと、まあ、逆ナンしてることになってしまいます。なので、時間を知りたいときは何を聞けばいいかっていうと、Do you have that time? Do you have the time? って言ってくれる、言うと、時間を言ってくれます。教えてくれます。はい。で、例えば、この Do you have time? の使う場面ですが、例えば、お友達になんか相談したいときとか、Do you have time? Can we talk? とかね、時間ある?ちょっと話せる?とか、なんか上司とかに、Do you have time? 相談したいんですが、みたいな感じでね、言うこともできます。はい。まあ、こんな感じでね、だがつくかつかないかだけですごい意味が変わってしまいます。これね、どっちがどっちやねんって、ごっちゃになってしまうと思うんで、いい覚え方が一つあります。ね、だってどういう意味か知ってる方いらっしゃいますかね?はい。だは、もうみんなが共通して知っていることなんですね。はい。なんで、まあ、日本でもよく言うじゃないですか。これこそ、ザ・ハンバーガーみたいな言うじゃないですか。っていうことは、ザ・ハンバーガーは何を指してるかっていうと、これこそ、みんなが思ってるハンバーガーだよね、みたいな意味で、僕たち、ザを使ってるじゃないですか。はい。なんで、このザっていうのは、みんなが共通認識で持っていることだったり、みんながもうすでに知っていることに、ザをつけるんですね。はい。なんで、ザ・タイムって言ってしまうと、今の時刻って、みんな、共有してますよね。今生きてるこの瞬間のこの時刻。ね、隣の人は、例えば夜9時で、私は夜8時に今生きてるってことはまあないじゃないですか。同じ国に住んでいれば。なんで、Do you have that time? は、の that time は時刻を表してるって考えていただければ、ごっちゃならないかなと思います。はい。で、ちなみに、You gotta minute? は、ちょっと時間あるっていう意味になります。なんで、Do you have time? と一緒ですね。You got a minute? ですね。はい。これは同じ、ほぼ同じ意味になりますんで、これを覚えておいても便利かもしれません。以上です。では、See ya!